おざす、ティッシュスンです。さてね、またコントロールが来たということで、やっていきましょう。いや、久しぶりだな、APEX。2ヶ月ぶりぐらい。そんなに開けてないか。いや、そんぐらい開いてるぞ。乗せてくれ。ありがてえ。すまんな。はい、というわけで。まあ、とりあえずコントロールが出てきたら、まあ、個人的に最近やってる感じだね。でも、そんな感覚のはず。あ、ってことはやっぱ2ヶ月ぐらい開いてんのかな。はい、というわけでね、まあ、久しぶりの APEX。やっていきましょう。まあ、これでもたまにちょくちょくやっててね、フレンドの人と一緒に。まあ、その度にすげえ怒られてたんだけどね。もうあの、ずっとライフライン使ってるみたいなこと言われてたけど、見ててくれ。俺を激励してくれたフレンドよ。これが俺の実力。あ、いや、これなし。はい。やっぱその怒られて得たものっていうのは、いきなりバンって出しちゃうとドラマ性がない。やっぱこう漫画みたいにもうボコられてうわこの先どうするんだみたいな展開があった方が面白い。はい、というわけでね、まあいろいろ言われましたよ。判断が遅いとか、グレ投げろとか、アビリティ理解しろとか、あとよく言われたのが武器のせいにするな。いや、これ武器が悪いわ。ダメ、もうあのプラウラーとかダメだわ。はい、もうちょっとヘムロックだな、なぜか。うーん、なんでだろうね。なんかあの勘がそう言ってる。俺の直感がヘムロック使えって言ってる。そう、俺は俺の直感に従う。そう、そして俺をめちゃくちゃ怒って成長を促してくれたそのフレンドさん、見ててくれ。今ここで俺はなんか、まあそう、覚醒するよ。うんね、あのランクアルミとかよく言われてましたけど、なすかランクアルミって。はい、まあまあいいでしょう。頑張っていきますよ。で、さっきなんかちょっとバトルフィールドやってる人って上のエイムなんか苦手なんで、上に逃げるのやめてもらっていいですか。ちょっと前失礼します。はい、でこのパワー系の逃げ方で、うん、ここまで逃げてきて、さあ一人やって、で上にいるっぽい。行く？いや行かない。回復をするね、俺の悪い癖。もう敵めっけたらもうすぐイノシシみたいにピューンってその方向に走っていく。それがダメだと、エーペックスはまず回復をしろと、生きることを優先しろとね、私は教わりました。はい、というわけで、おう、なんか目の前にいましたね。ちょ、ビビリマザーロード、ファッキーマザーロードですねこれ。はい、というわけで、まあいいでしょう。まあとにかくよ、まあ、上なんとかしたいな、上。このね、怒られて得た俺の新たななんかこうスキル的なあれ見せつけてあげたい。いってらっしゃいませ。オッケー。はい、まああれですよ、この年もう32にもなってね、なんかこうプライベートの趣味の事柄で怒られるとちょっと打ってくるんですけど、それでもやっぱ成長はしてると思うんですよね。それを見せつけていきたい。さあ、まあ上はもういないと思うけど、いませんね。はい、というわけでどうしましょうか。まあ下行ってみる。右打たれてる。任せてほしい。 OK。 あー、コースティック死んでた。ごめんな、ちょっとなんかちょっとあれだったわ。エムが多分3発目外したのが痛かった。はい、さあ、あとは、まあ、とりあえずグレだけ拾っとこうか。はい、でここら辺はいないと、で正面にいますね。ああ、おっと、謎パンチご苦労。 OK。 さあ、でこっちにもいる、こっちにもいない。はい、わかりました。じゃあこの B 周辺、おいますな。ああ、キルパク、いや素晴らしい。ちょっと申し訳ないけど、いやーごめん、全く思ってない。やったーと思ってる。で逃げてった奥端どっか行って、でなんか手前からも来てる。ちょっと隠れます。ケツ、しまって。オッケー。あ、マスティフ俺の、あ無理だ、くそ、俺のマスティフが。オッケー、まあいいや。あのマスティフは味方のコースティックに授けるとしよう。俺はこっから撃っていくわ。はい、というわけで、でなんかもろもろ来てるみたいだけどよくわかんないね、見えません。はい、でマザーロードよ。ここで誰も食らわない。なるほど、ダメっすね。あ、いいや。さあ、オッケー、これでやって、であとはいますな。いいですよ、さすがヘムロックさん。来た、いける、いけた。いや素晴らしいですね。うん、やはり俺の直感に狂いはなかった。時代はヘルモール、噛んだわ。バリ噛んだわ。まあ、やめます。はい。
ここでなんか変な言い訳すると余計ダメージ食らうんですよ、実況って噛んだ時に、うん、言い訳するとね。はい、まあ頑張ってやっていきたい。さあアーマーは割ってる、ただこっち見てる。ちょっと待って、なんか下にも逃げたのいたよな。まあ無視しとくか。はい、であとはどうしようか。グレポンポンする、ヒューズだし。はい、一応燃えてますな。どれが燃えてんのこれどこで燃えてたの、死んでる。こっちなんか撃ってるよな、全然見えねえけど。いや嘘、ちょっと見えてる、かすかに光ってるのが見えてた。あ、バリ見えてる。お、頑張れ俺のエイム。よし頑張った。はい、というわけで、まあ周辺の敵はいっそうですか。いっそうですね。でまあってことはこっちからかな、やっぱりなんかいるっぽい気はするけどな。味方も結構、あら見えませんねこれ、火炎グレーのせいで。待てよ、もういないか、バリいるやん。待って、しかも気が甘いやし。ちょっと待ってくれ、やらしてくれ。しゃあない、サブ武器ちょっと、ん、なんだこれおい、これなんだ、ボセックか。くそ、あんま使ったことないやつ。オッケー、まあなんとかやって。さあもう来てない、ただこっち怪しい、味方がなんか撃ってる、そんな予感がする。任せろ俺が行く。さあ来てますな、はい、切るらしい。で左にいる、でこれも味方がやって、バリアおるやんめっちゃ下打ちしてた、怖いわこのゲーム。オッケー、さあ、まあ、1人やって、でこっちから回って、オッケー、いいね、レースやって、であとはあのちょっとロング、あ、まあ割った俺、まあいいや、とりあえずなんか詰めていってみる。すげえ血しぶち吹いてるよもうなんとかなったんで、こっちから来てんね、で上上がって、はい、シャツで、もうあの、アーマーは割れてる、オッケー、なんとかなって。さあここで多分だあゾーンちょっと遠い、おっとすげえミリだった、俺もすげえクソエムだった。でなんかマザーロードの予感、かそこら辺なんかいるでしょう、うん、銃線が見え、銃線ってなんだ、あのまあマズルフラッシュが見えました。はい、というわけで1人やって、であとはいるね、あれやりたいが、うん、ギリやれなかった、あと40、まあいいや、しゃあない。でこっちから撃ってる、そんな感じがする。ちょっと狙いづらいが、あとどんぐらいだ、あと50ぐらい。はい、まあ追っかけてってやりたいね。撃ってる、お、すげえミリだった。でお、な、ナイスナイス、肉肉だが、あー、すげえ隠れる。これどうしようか、これ投げる、投げとこう、ワンチャン引っかかってくんね、ゼロちゃん。はい、あー、こっちもゼロちゃん、クソ、いますね、嘘やろ、ちょっとクソ、なんかすげえ悔しい今の、なんでやろう。でこっちはなんか味方下がってきたね、なんかいるんじゃん、いたね、上か、いけそう、うわめっちゃ来てるわ、めっちゃじゃないか、まあ最低2人は来てる。でちょ、あ、全部味方に当たった跳ね返ってきた、そう日頃の行いか、待てよ、ですげえ入ってきてる、任せろ、オッケーやって、であとこっちいらっしゃい、めっちゃ滑る、ちょっと待って、ま、それなし、クソ、ああいうのなんか慣れねえな、しゃがみながら滑ってくるやつ。こっちは大丈夫、大丈夫はない、任せろ、おウィングマンだ、当ててみろよっしゃ、はい、であってまだいるね、おっとこれはピースキーパーですか、待てよ、一旦リロードして、なんかいけそうだね、あー、まかいやがった、待て、あ、でもいける、オッケーなんとかやって、はい、であとはこっちかな、ケツ取った、取るまでもなかった感じ、はい、肉ちょっとなんかノリでいけね、あと1キルぐらい、あれ、おお、バリミリやったわ、オッケー、はい、というわけで、であとどうしようか、なんかもう C が永遠と下がり続けてるけど、まあ勝ったからいいや、はい、というわけで、まあだいぶ久しぶりにやった感じだね。まあ最近俺ガンダムレボリューション、レボリューションじゃねえわ、エボリューションか、ガンエボやっててね、うん、まあこういうドミネーション系ルールで TTK の長いゲームやりたいなと思ってたんで、
まあ、エーペックスかなり練習になるかな、そういう観点から言うと。ちょっと分かんないけど。はい、というわけでね、またね、次回の動画の方でよろしくお願いいたします。でまたお会いいたしましょう。バイバイ。